ねえ、マリサマリサ。近所のダイエーが亡くなってイオンになっているわ。ああ、ダイエーは約8年ほど前にイオンに吸収されてしまっているからな。そうなの。いつの間に？引きこもっているうちにそんなことになっているなんて。おいおい8年前だぞ、引きこもりすぎだろ。ダイエーは何でも安くて好きだったのに。それでは今日は、ダイエーが小売業界初の年商1兆円を達成した数年後、270億円の大赤字に転落し、イオンの傘下に入るまでを見ていこうか。年商1兆円の大企業が赤字破綻？なかなか内容が濃そうね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはダイエーを語る前に、創業者、中内功氏のことについて、しっかり話しておかなければならない。創業者について知っておくのは大事なことね。中内氏は戦時中、フィリピン戦線で生死の境をさまよった後に、日本に帰還。戦後1948年、弱冠26歳にして、神戸元町高架下で薬のブローカーを始めた。これが創業のきっかけだな。ブローカー?なんだかアウトローな響きねえ。まあ、戦後の混乱の中、生きていくのに必死だったんだろう。これがダイエーの前身となる。あのダイエーも、高架下の闇市から事業をスタートさせていたのね。すごい躍進。結果、中内氏はたった一代で財を成すことに成功。わずか40年弱で、プロ野球球団やドーム球場、ホテルなどを所有するほどの資産を築いてしまった。ホテルにプロ野球、どれか一個でもすごいのに、全部保有してたとか。一代で成し遂げた功績とは思えないよな。戦後の何もなかった時代から、ものすごいバイタリティのある人ね。その経営手腕から、流通業界の風雲児、カリスマ、とも称されていたぜ。2005年に亡くなられているんだけど、今でも色々な逸話が残っているようだ。へぇ、逸話ってどんな？有名な話で言うと、ダイエー、松下電器産業戦争、だな。松下電器産業って、電パナソニックのことよね？まさかあのパナソニックと戦争？ことの発端は、松下電器の商品を、ダイエーが破格の値段で売りさばいたこと。なんと、松下電器の希望小売価格から 20% 引きで販売していたんだ。そんな価格で販売して大丈夫？もちろん、松下電器はこれに激怒、対抗策として、ダイエーの出荷を停止した。おお、これぞ全面戦争の幕開けだわ。そして、それに対してダイエーも再び対抗。独占禁止法違反として、松下電器に対して訴訟を起こしたんだ。マジか、確かに圧倒的大手メーカーが価格競争を抑え込むのは独占販売な気も。消費者としては商品が安くなるのは嬉しいけど、メーカー側からすると商売上がったりよね。和解のため、創業者同士の話し合いが何度か行われたものの、なかなか妥協案は見つからず、両者平行線で拉致が開かなかった。何がそんなに食い違っていたの？今でこそ家電販売はオープン価格が主流となり、小売店が店頭価格を設定できる。メーカーは卸価格を決めるだけ、店頭販売価格は小売店に任せるよってスタイルね。しかしこの当時、それはタブーとされていた。基本メーカーの言いなりってこと？言いなりというか、松下電器創業者の松下幸之助は、店頭価格も一定以上に保つことで、メーカーと小売店、両者共存の道を望んでいた。これに対して、流通革命、価格崩壊を掲げていたダイエーは、完全に麻薬の方針。中内氏はとにかく安く売りたかったのか、完全に相反する2社ね。経営の神様 VS 流通革命時って、真っ向勝負だわ。結局、この勝負には決着がつかないまま、松下電器創業者はこの世を去る。あらら、生前和解することはなかったのね。二社の取引が再開したのは、実にその5年後のこと。結局30年間もの間、冷戦期間が続いたわけだ。さ、30年。お互い譲れなかったのね。あ、さっきさらっとスルーしたけど、薬のブローカーやってたってほんと？さっきの創業当初の話か、これはマジな話だぜ。なんか気になる、そのブローカーっていうアウトローな響きが。じゃあちょっと話を戻して、製薬会社の話を補足しておこう。一体、中内氏は何の薬を売っていたの？主に扱っていたのは、甘味剤の原料となるフェナセチン。ほ、甘味料か、危ない薬じゃなくてよかった。1948年に三宮のガード下で、父の友人である伊勢春雄氏という愛薬局を開店し、1951年には、父が会長を務める栄薬品に移って働き始めたんだ。ああ、そういうこと。実家が薬局だったのか。だから薬の販売なわけね。中内氏が移った後の栄薬局は、まさに大盛況。大阪の新聞が、乱売の元祖、栄薬品と何度も書き立てたようだ。
すごい、新聞にも載るほどの盛況ぶりだったのか。開店する前から店前には長蛇の列ができていたらしい。武田薬品や塩野義製薬の社員までもが、社員割引で買うより安いからと言って、わざわざ栄薬局まで買いに来たそうだ。社割で買うよりも安いって、他店より数百円安いとかの次元じゃないわよ。そう、その安売り精神が後の大英の企業理念につながってくるんだ。なるほど、あの松下電器と戦ってでも貫いた価格競争の精神は、この頃すでに出来上がっていたのね。しかし、中内氏はここで満足するような人物ではない。お？新たなビジネスの展開かしら？約6年後の1957年になると、弟の力氏と一緒に、神戸市長谷大英薬品工業株式会社を設立。そして同年の9月、千林駅前に主婦の店大英薬局を開店したんだ。おお、主婦の友、ついに私の知ってる大英のイメージに近づいてきた。さらに、1年後の1958年12月には、初となるチェーン店を三宮に開業。待って、1948年に降下したから始まって、まだ10年も経っていないわ。ものすごいスピードしっせね。企業理念にもあるけど、良い品をどんどん安く、より豊かな社会を。という理念が消費者のニーズに、バッチリハマったのかもしれない。凄まじい戦争を経験したからこそ、より良い社会を、という思いが生まれたのかもしれないわね。そして1959年には、大英工業株式会社から、株式会社主婦の店に社名変更。店名を主婦の店大英とし、創業以来初めて、衣料品、日用品、肉の取り扱いを開始したんだ。ここで日用品や食料品を始めたのね。ようやく私の中の大英とリンクしたわ。しかし、ここで課題が急浮上。なになに？1964年までは、神戸、大阪を中心に事業展開することで、会社を拡大させたが、首都圏への進出がネックになっていたんだ。ああ、関西と首都圏じゃ文化も全然違うし、進出するのも慎重になるわよね。そこで、大英はある秘策を練る。首都圏を中心に事業展開していた株式会社一徳を買収。その後、東京大英として、首都圏市場に参入したんだ。ほうほう、苦手な地域は企業買収で攻略したわけね。この東京進出は、結果的に大英の発展に大きく貢献、そして、ついに歴史的快挙を果たす。歴史的快挙って？気になる。なんと1971年3月、大阪証券取引所2部で上場を果たしたんだ。当時スーパー業界で初の上場企業となった。すごい、小売業を始めてからまだ10年弱よ。それだけにとどまらないぜ。1972年には、電機メーカーのクラウンを完全子会社化することに成功。スーパーから電機メーカーって、また異色の挑戦ね。しかしこちらも大成功。1973年には、売上高3052億円を記録。それまで小売業界で売上高日本一だった、百貨店、三越を抜き、日本一に輝いたんだ。あの三越を抜いたの？躍進のスピードが半端じゃないわ。しかし、出る杭はなんとやらだ。どういうこと？創業開始から10年弱、大英神話として称賛された反面、中内氏に対して成り上がり者、と陰口を言う業界関係者も多かったみたいだ。成り上がり、ってひどい、完全にひがみね。だが業界関係者がひがむほど、大英の躍進劇はものすごかったみたいだ。1974年には、アメリカの食品業界大手、コンソリデイテッドフーズ社と、コンサルティング契約を締結、翌年に大英ローソン株式会社を設立した。おお、最初にローソンを作ったのは、大英だったのね。さすが小売業日本一、先見の明があるわ。もうこうなると大英の勢いは止まらない。1975年、大英は、小売業界初となる売上高1兆円を突破した。1兆円、業界初？すごい、すごすぎる。そして、この勢いは国内だけにとどまらなかった。1981年には、百貨店事業を展開する目的で、フランスの百貨店、プランタンと提携。神戸三宮にプランタン1号店を開業させた。フランスの百貨店と提携、もはや世界征服狙ってる？当時のプランタンは、若い婦人層がターゲットの店舗作りをしていて、素顔のパリに会える女性のための、デパートメントストア、プランタン三宮を、キャッチコピーに、若い婦人層の取り込みを図ったんだ。女性層向けの百貨店か、行ってみたいわ。さらに翌年の1982年には、日本企業におけるハワイ投資ブームの先駆けとして、ハワイのアラモアナショッピングセンターも508億円で取得している。508億円？スケールがぶっ飛んでるわね。これからもどんどん躍進していきそう。
だが、ここからダイエーは赤字転落の一途をたどることとなる。嘘？これだけ絶好調だったのに？何が何でも急展開すぎない？嘘じゃないんだ。1982年を過ぎた頃から、ダイエーはついに赤字を抱え出した。1983年、ダイエーの業績不振に加え、子会社の赤字幅が広がったことなどが重み、この年、65億円の赤字を計上。いきなり億単位の赤字？この赤字を受け、1984年に再建策として、3、4、5、作戦と銘打った3カ年計画を実施。この作戦が走行し、経常利益は回復したものの、プランタンなどの業績不振で、118億円の赤字を出したんだ。また赤字。しかも、前年度の倍近い赤字じゃない。そして1985年、ついに、ダイエーの赤字三大要因となっていた、プランタン、クラウン、ビッグエーを売却し特別損失を計上。せっかく、プランタンとは提携したばっかりだったのに。そうなんだが、3期連続の赤字続きで手放すしかなかったんだろう。まあ、まだまだ、経営破綻までの転落劇は続くから続きを見てみようじゃないか。そうね、そうするわ。1988年には南海ホークスを20億で買収し、福岡ダイエーホークスを発足。ダイエーホークスといえば、メジャーリーグでも活躍した川崎宗則選手や、日本代表で活躍した城島健二選手がいたチームよね。すごく懐かしいわ。さすが霊夢は野球に詳しいんだな。あ、でも、つい最近大赤字を出したばかりなのに、プロ野球球団の買収？大丈夫なの？いや、あんまり大丈夫ではなかった。選手の活躍とは裏腹に赤字はどんどん広がっていったんだ。いや、だから言ったじゃない。福岡ダイエーホークスの発足を機に黒字回復してくれればまだ良かったのにね。同感だぜ。結果、この買収も赤字を拡大しただけで終わった。どうすんのよ。これにはダイエーもさすがに焦って策を講じた。経営再建をかけて1989年に中内氏の長男、淳氏が若干33歳で副社長に就任。33歳か。この大企業を背負うには若すぎる気が。霊夢のその予感は残念ながら的中だぜ。淳氏はアメリカの大学で学んだハイパーマート戦略を導入し、立て直しを図った。ハイパーマート？店舗にかけるコストを徹底的に削減し、低価格を実現する戦略のことだ。アメリカのウォルマートから学んだ店舗戦略の一つで、内装にはお金をかけない代わりに商品を安く販売していたようだ。お金のかかっていない内装の店舗ってどんな感じなの？トイレは便器を使わずにコンクリートを打ちっぱなし、商品は陳列せずに段ボールに入れたまま提供したみたいだ。どうなんだろうそれ。当時の日本人には受け入れがたいかも。こうした斬新な店舗は日本の消費者には受け入れられなかった。だが、失敗と分かってもなお、引くに引けずに、淳氏はハイパーマート戦略をご利用し、アメリカで学んだ戦略を試してみたかったのかな。結局、不評にも耳を傾けず、このハイパーマート戦略による出店数は36店舗にも及んだみたいだ。この失態は、今でもダイエーを傾かせた大きな要因だと言われている。ほんとだ、今ググってたら、この戦略を戦犯とまで批判する声もあったわ。新規出店する前に、既存の店に設備投資するべきだったのかもね。そうだな。こうしてハイパーマート戦略は、巨額の赤字を垂れ流したんだ。バブル崩壊の影響もあったとはいえ、95年2月期決算の最終損益は、256億円の大赤字を記録。さらに97年の連結決算最終損益は412億円の赤字に拡大。上場以来初の無配当となった。なんかさっきよりさらに赤字額増えてない？そしてさらに、ダイエーに追い打ちをかける出来事が起きた。まだあるの？ちょっと聞くの怖いんだけど。それは、1990年代以降のバブルの崩壊。バブル崩壊で雇用も消費も落ち込むから、売り上げが下がるのはある程度予測できるわ。いや、単にそれだけなら、バブルが弾けてもそこまで揺らがなかっただろう。致命的だったのは、ダイエーが土地神話を盲信しすぎたこと。土地神話？神話って何よ？不動産の価格は必ず値上がりするという神話のような迷信だ。嘘みたいな話だが、土地の価格は必ず上がるとバブルの時代はずっと信じられてきた。そんな都市伝説のような話があったの？びっくりなんだけど。そんな話を中内氏は本気で信じていたんだぜ。そもそもダイエーの店舗戦略は、都市部住宅密集地域に出店して自社の出店効果による地価の値上がりによって新たな資金調達力を生むというもの。地価の値上がりが大前提の戦略じゃない。つまり、値上がりした土地を銀行の担保に入れて、
借りたお金で新たに別の場所に出店する。それって多重債務と変わらなくない？借金を重ねているわけだからな。しかし、ダイエーにとってそんなことは些細な問題だった。地下は右肩上がりに上がるという迷信を前提に会社を経営していたからな。危ういわ、地下が下がるかもしれないって少しも考えられなかったのかしら。それだけ当時の人たちは土地神話を盲信していたんだろう。しかし、結局バブル崩壊で地下価格は急激に下落。ダイエーの資金調達力は一気に低下することになったんだ。どうするの？多額の借金を抱えることになるのでは？そうなんだ。バブル崩壊で土地の担保力がなくなってしまい、最大で2兆6000億円という多額の有利子負債を負い、経営が一気に逼迫したんだ。ひぃ、2兆？一気にヤバくなってきたわ。それに拍車をかける出来事がもう一つあったんだ。まだ原因があるの？これ以上聞くのは怖い。それが、ダイエーがこだわり続けた対消費者戦略の誤算。誤算？どういうこと？株式会社主婦の店の時代から、消費者は、より安くより多くのものを手に入れることを望んでいると、信じて疑わなかったんだ。それが薬局や時代からの経営方針よね。確かに安くで欲しいものが手に入るのは、とても嬉しいことだわ。しかし実際に、買い物に来る消費者からは、ダイエーは何でも揃うが、欲しいものは何もない。と言われるようになってしまったんだ。まあ極端に安いものに、高品質な商品は少ないでしょうね。そうなんだ。でも中内氏はここで軌道修正失敗。創業以来、信じて疑わなかった。消費者が求めるものは最後は価格。時代が変われど価格志向は変わることはない。という信念が強すぎるあまり、時代の変化についていけず、安さ一辺倒から安さと品質重視に思考転換していることに気がつかなかった。戦後の何もない時代と比べれば、そやニーズも変化するでしょうよ。さらに家電やアパレルなども取り入れてはみたが、有効策が見出せず、結果的に、ずるずると業績悪化を続けてしまった。なんだか残念。もっともっと柔軟だったらと思うと、自分の信念を曲げないのは、過去に結果を残した人にありがちなことかもな。そんな中、世の中を震撼させたある出来事が起こったんだ。何何？あの、日本を襲った悲劇。1995年1月17日に起こった、阪神・淡路大震災発生だ。ああ、あのたくさんの犠牲者を出した、未曾有の大災害ね。そう、その大災害でダイエーの被害総額は500億円に上ったんだ。災害での被害はどうしようもないわよ。防ぎようがないもの。そんな大災害で巨額の被害総額を負ったダイエーなんだけど、中内氏に関するこんな逸話が残っているんだ。逸話？政府の被災地への対応が遅れ、苛立ちを募らせた中内氏は、自ら陣頭指揮を取り、ありとあらゆる手段を駆使して、食料や生活用品を被災地のダイエーに届けたんだ。素敵、被災者の人たちはみんな感謝したはずよ。物資が不足して、便乗値上げが起こる中、いつもの値段で、と言って、被災者に必要な物資を販売した。自分が闇市で生計を立ててきただけあって、値上げ販売したり、転売するような人が出てくることをわかっていたのかもね。その他にも、ダイエーの明かりを24時間つけることを命じたり、何度も被災地に足を運んで、自ら叱咤激励したり、その時に中内氏が行った行動一つ一つが、後に起きた2007年新潟県中越沖地震や、2011年東日本大震災の教訓になったと言われている。中内氏は本当に人情味あふれる人だったのね。いい人だわ。結果的にこの震災での被害が赤字に拍車をかけたことには間違いないが、それでもたくさんの人々を勇気づけたことに違いない。赤字の悲劇を一瞬忘れるくらい胸が熱くなったわ。ネット上にも、この時のことをドラマ化してほしい、語り継ぐべき、なんて声がたくさん上がっていた。そりゃそうよ、後世に語り継ぐべきよ。そうだな、絶対に忘れてはいけないことだ。だが、肝心の経営立て直しは相変わらず散々な結果だった。聞く、せっかくいい話してたのに、立て直しのために行った行動も裏目に出る、さらに間違った方向に突き進んでいくんだ。うわぁ中内氏、早く本当の原因に気づいて、ダイエーの安さを実現させていたのが、仕入れセンターに大量仕入れをして各店舗に配送する方法。しかしこの仕入れ方法も消費者離れに拍車をかけることになったんだ。仕入れ方法が原因、どうしてかしら？それはズバリ大量仕入れをすることによって生鮮食品の鮮度を落としてしまっていたこと。品質を重視するようになった消費者が鮮度の落ちた商品を選ぶわけもなく、さらに売り上げを落としてしまった。歯がゆいわ。
当時の中内氏に原因を教えてあげたい。そして赤字の原因を分析できていないダイエーの失敗はまだ続いた。まだあるの？それが残念ながらまだまだあるんだ。何を思ったか、倒産しかけた会社を次々と買収して事業拡大を図ったんだ。事業拡大するお金はもうないはず、しかも倒産しかけの会社を買収したの？ダイエーは大規模小売店舗法の関係上、これ以上ダイエーを出店することができなかったんだ。その上でダイエーが取った対策が企業買収だった。どんな企業を買収したの？破綻しかけていたミシン会社リッカーやパチンコチェーン店パンドラなど、今にも倒産しそうな会社を次々に買収していった。なんだか完全に方向性を間違えているわね。何でも買っとけばいいってもんじゃないわよ。こうしてダイエーは転落の道を引き返すことに失敗した。一時は飛ぶ鳥を落とす勢いとも言われたこともあったが、急激な拡大路線の裏で膨大な借金を抱えていったんだ。次の一手を模索する中で他に手が思い浮かばなかったんでしょうね。と言いつつも当時はなんとか経営再建しようと最後までもがいてはいた。まだ何か戦略を打ち出すの？また失敗するんじゃ。やっと既存店に注力する気になったのか。今度は家電製品に注力、新規一点在庫を大量に仕入れたはいいが、結果的にヤマダ電機など家電専門店との競争に敗れる結果になってしまった。あちゃー、既存の事業に投資せずに今度は家電に行っちゃったのね。ディスカウントストアに倣って投げ売り品を少量仕入れて売るなど、工夫を試みたんだけど、すべて失敗に終わってしまった。投げ売り商品って何？赤字覚悟で商品を売り出すことなんだけど、小売店が集客効果を見込む目的で行うことが多々あるんだ。赤字覚悟、安売り精神は健在だったのね。ダイエーのような大きな店舗で投げ売り商品を販売するとなれば、品数をたくさん揃えないといけないし、なかなかうまくいかない気がするんだけど。そう、その通りなんだ。結果的に十分な数の商品が確保できず失敗に終わった。そうなるわよね。わからなかったのかしら？もう中内氏自身、どうしたらいいかわからなくなっていたのかもな。2001年、中内氏は赤字の責任を取る形で、ダイエーすべての役職を辞任しているんだけど、その会見で消費者が見えなくなったと言っているんだ。時代の移り変わりね。中内さん、今まで頑張ってきたのに、なんだか悲しいわ。で、その後ダイエーはどうなったのかしら？その後、後任に高木新社長が就任したんだけど、黒字転換することはできなかった。2004年に経営再建のため、産業再生機構の協力を要請することを打診されるが、この打診を見送り、自主再建で臨む方針を発表。産業再生機構って何？2003年から2007年の4年の間だけ存在した経営難に陥っている企業を助けるための会社だ。ほうほう、そんな親切な会社が存在したのね。だけど、これを聞いた主力銀行の3社は、産業再生機構を利用しない場合は、追加支援を行わないとしたんだ。ああ、自力は無理と判断されたのか、ついに銀行からも見限られたのね。それを言われてしまったら、ダイエーも言う通りにせざるを得ないだろ。結局、産業再生機構の支援を泣く泣く受けることになったんだ。そして、1年後の2005年にはソフトバンクに、福岡ダイエーホークスの株式を譲渡。あ、孫さんってダイエーから買収したのか、福岡ソフトバンクホークスの誕生ね。産業再生機構から1100億円超の出資を受けて事業再生に取り組んだんだけど、それでもうまくいかず、2007年にはマルベニ、イオン、ダイエーの3社間での共同再建が始まった。おお、日本を代表する企業の大集結だわ。だが、マルベニとイオンの間には長年の確執があるようで、経営方針の反りが合わなかったんだ。あちゃー、大人の事情か。そしてついにマルベニが手を引くことで、イオンが経営再建を行っていくことになった。こうして2015年、臨時株主総会において、イオンの完全子会社となることが決定。2007年の共同再建開始から、ここまで8年もかかっているのね。もっと早めに取り掛かればよかったのに。そうだな、その間も赤字が出ているわけだからな。だがこうして、イオン傘下の子会社として、既存店舗の見直しや、店舗活性化など、本格的に経営再建を行うことになった。でも、子会社になったって言っても、ダイエーの店舗ってまだ残ってない？ダイエーはまだ70店舗ほど全国に店舗を残している。何か完全に名前を変えられない理由があるの？当初は、全店をダイエーからイオンに変更する予定だったんだけど、関西を中心にダイエーの名に親しみを持つ消費者が多いことがわかり、当初の方針を変更したようだ。
へえ、愛されていることがわかるわね。関西のある店舗では、ダイエーとしての最終営業日、大勢の近隣住民が閉店間際に集い、閉店を悲しんだそうだ。そんなことがあったのね。本当に、地域の人々に愛されたスーパーだっただけに、なんか寂しいわ。どれだけ過去に結果を出した企業も、取り残されれば生き残れないことを学んだわ。信念は大事だけど、時代のニーズを読み取る力も必要ってことだな。みんなはダイエーについてどう思う？コメント欄で教えてね。高評価やチャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。